違うなと思います。2は、28で2は、ニワトリの2羽と呼んで安食をしているのですということなんですけど、これはオリジナルチキンが4サイン出て、サイドが、なんだろう、あ、唐揚げのっていうか、生姜の鶏肉の唐揚げたやつ。というのが使える。まあ、食べられるっていう。まあ、普通だと1300円か1280円で買ってるのが1000円で買えるというやつですね。で、今やってみたいな詳細かということなんですが、それからアメーバビデオの動画を、あ、もうこの時で1900以上と投稿してるのアメーバビデオの投稿欄にも載せてみると思うんですが、それは YouTube の方が、そうですね、この投稿欄のところにもアメーバ、あ、えーと、えー、アメーバビデオの動画ですね、あ、耳が痛くなってきた、このヘッドセットダメだな、MMHSUSB7W なんですけども、耳をつけてずいぶん耳が痛くなる、重いですね、耳が合わないのかどうかわからないんですけども、やたらと重いので、マイクの感度はいいんですけども、ああ、耳が痛いですね、またこれ、いいセット、ヘッドセットがないですね。で、この投稿欄のところのアメーバビジョンの動画を取り付けることができたんですが、もう、そのアメーバビジョン自体がなくなってしまったので、貼り付けた動画もなくなってしまってるみたいですね。YouTube の方が、まあ、もちろん動画いいですね。そして見てもね、あまりのサイトが重くなってしまうので、なかなか踏み出せないという情報で、これで、ね、動画を、アメーバブログの方にアメーバビジョンの動画を複数10とか20やったら、あまりにも重くてサイトを開くことができませんでした。で、これですね、載せてみたいというんですけども、試しにアメーバビジョンの動画10本。